はい、どうもゆうです。今回はですね、CF の方ランク3の方達成しまして、今まで最高14勝だったんですけど、今回は17勝ってことで、あと一歩でランク2もいけたっていうところまでいけました。で、その要因として、大きく2つあって、メンバーですね。メンバーはある程度このスカットを強くしたっていうところと、もう一つはその試合に応じてですね、フォーメーションカスタム戦術の方変更しましたので、その辺ですね、ちょっと2部に分けて紹介していきたいなと思います。で、今回に関しては一応選手の紹介の方していきたいと思います。はい。で、まず後ろから紹介していこうと思うんですけど、キーパーアディソンですね。これに関しては、君が合わせるために使ってるっていうところもあるんですけど、非常に止め感であったりとか、他のキーパーに比べてもアディソンは結構優秀かなと思ってるので、使ってるっていう感じですね。で、次サイドバックですね。カンセロなんですけど、カンセロとかオーカーはやっぱりオーカーはもう右サイドバック、本当に長いとスピードがあって体も強くて、何も文句の言いようがないサイドバックかなと思います。替えが効かないサイドバックかなと思います。で、左に関しては今まではメンディーをほとんど使ってたんですけど、赤金で当たったっていうところもあって、やっぱりカンセロの印象としては、ボノ取り感もいいんですけど、やっぱりパス、ビルドアップというところで、他の選手に比べたら、すごい優れてるという印象を受けてます。で、ここに関しては、そこまで完成にこだわらなくて、メンディーとかその辺とかでもいいかなっていう印象を受けます。で、次真ん中ですね。大空は文句のつけようがないぐらいもうナンバーワンだなと思います。今回のラインでも正直今までもすごい止めるシーンがあってですね、スピードであったりとか体の強さ、もうこの会話聞かないなっていうぐらい、非常に強いなっていう印象です。で、次ラモスですね。ラモスに関しては、ちょっと物足りなさがあるなっていうところはあります。や、1対1に関しては、大工並みの強さはあるんですけど、やっぱりこのディフェンスラインの裏を抜かれた時に、ハーランドに置き去りにされるっていうシーンも何回かあったので、大工であったりとか、クリバリだったら追いつくのになっていうシーンで、途中でクリバリを使う時もありました。ここは、正直だからクリバリでも替えが効くかなっていうところはあります。ただ、ビルドアップであったりとか、その辺含めてですね、その使用感っていうところは、ラモスの方が上なんですけど、金額に見合うかって言われると、40万で僕は買ったんですけど、今32、3万まで落ちてますけど、それに比べると、もっと他の選手でもいいのかなっていう印象を受けました。はい。次ですね。シソコですね。シソコは、正直422の時は、微妙でした。やっぱりこのボールの運びっていうところと、ケミを変えたら良かったのかもしれないんですけど、ボールの取り感であったりとか、そこら辺はちょっと微妙だなっていう印象を受けました。ただですね、5212とか、5212のセンターバックのポジションと、4212のアンカーのポジションは非常にいい働きしてくれまして、アンカーのポジションだったら、シソコに任せても全然いいんじゃないかなと思います。で、今も17万ぐらいまで落ちてますので、正直風見のでも全然変わりは効くとは思うんですけど、ケミの関係とかも含めてですね、シソコ使える方はぜひ使ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい。で、次中盤2人なんですけど、今回17勝できたのは、この二人のおかげもあるかなっていうぐらい、活躍してくれました。パケタで言うと、やっぱりボールの運びであったりとか、守備面、もうすべてにおいて、他の選手にはない強さを見せてくれたなと思います。今までデブライネとか、そのあたりを使ってたんですけど、全然僕はパケタが、いてくれてよかったなと思います。4-2-2になったら、一個前のポジション、キャムのポジションに出したりとか、他のポジションでも、フォーメーションのこの、自由性が効くというか、あとはボール運びであったりとか、とゴール前での、やっぱスキル5っていう部分が非常に強みで、1対1の部分であったりとか、その辺含めてですね、非常に優秀だったなと思います。パケタはもっと早めから使ってもよかったなっていうぐらいの、やっぱり強さを感じました。はい。次ですね、ティアゴ。ティアゴ40万円高と思ってたんですけど、実際使ってみるとですね、めちゃめちゃ強いです。ティアゴのおかげで、試合勝ったシーンもありましたし、ゴール前で、ごちゃごちゃしてる時に、体はやっぱ弱いんで当たられたらダメなんですけど、それを当たらせないぐらいのドリブルができるというか、ほぼ左スティックのみだけでも、すごいボールの取られないドリブルができるなという、
動きがもうちょこまかしてですね、まあ、取りにくいと。でもしボードを取りに来なかったとしても、まあ、パスを出せるっていう強みがあるので、まあ、その辺含めてですね、まあ、ティアゴはめちゃめちゃ優秀だったなと思います。で、まあ、守備面で言ってもシャドウをつけておいたらですね、もうボードの刈り取りであったりとかその辺も含めてやっぱり優秀だったなと思います。本当このティアゴパケタっていうのは、まあ、今回のランク3いけた、まあ、要因の2人の要因は結構でかかったんじゃないかなと思います。まあ今前ですねミリンコビッチサビッチとか、まあ、そのペドリとかデブライエンとかいろいろ使ってきたんですけど、まあ、その中でも群を抜いてこの2人は僕は使用感が良かったです。はい、次ですね、まあ、エンバペですね。エンバペはもう初めから使ってて、まあ、皆さんも分かるようにもうめちゃめちゃ強いです。まあ、金額が分かるぐらいのまあ強さがあります。やっぱり1対1部分であっては一瞬のスピード決定力、今ケミー次第ではまあパスも出せたりとかして、まあ、体も強いというところでやっぱりエムバペも替えの効かない選手かなと思います。で、まあ、エムバペをまあもし、まあ、優先順位で言うともうこの一人で正直チーム自体が出来上がるぐらいの金額も高いので、まあ、正直言うと、まあ、無理して取った方がいいかって言われると、まあ、チーム全体の底上げをした方がいいんじゃないかなっていう印象はあります。はい、で次カントナ、まあ、カントナはですねやっぱりこの AI の良さと、まあ、ドリブルパスで体の強さ全てにおいても完璧だったなと思います。でも大事なところでやっぱ決定力の良さも決めてくれるところもあとは高さでもいけるっていうところがやっぱりカントナの強みで、まあ、使っててやっぱ簡単に使い始めてですね、まあ、非常に得点力が上がったというか一瞬の強さとあとはまあスキル5、まあ、これは前線3枚とプラス中盤2枚がスキル5っていうのは結構良かったですね。前出し子であったりとか、まあ、ルーレットとかもですね、綺麗な良さがあるので、それでゴールを決めたりとかも多かったので、正直やっぱカントナも今回取って良かったなと思います。で、次ですね。まあ、エンバペカントナちょっと長めか使ってたんですけど、今回まあ CF のタイミングでロナウドを補強しました。で、やっぱりロナウドってちょっと重いイメージがあったんですけど、まあ、やっぱり長いが今回強いというところで使ってみると、今までよりも全然、ドリブルとかしやすいなっていう印象を受けました。で、まあ、一瞬のスピードを置き去りにする、まあ、このロナウドが、まあ、あとはゴール前での決定力っていう部分でもう本当に強いですね。まあ、今回のだから試合前とか補強で言うとパケタ、ティアゴ、ロナウドのこの3人の補強が結果的に良かったかなと思ってます。でもこの3人足しても100万ぐらいいってしまうんですけど、まあ、CF で、まあ、エンバペを取れない簡単に取れないという方はまあロナウドはおすすめかなと思いました。もう非常に強いです。もうこの3枚の破壊力はやっぱりすごかったなと思います。ただここはやっぱり金額の高さとかもあるので、まあ、その中で言うとまあロナウドが3分の1ぐらいの価格で買えるので、まあ、非常にいいなと思います。そうですね、あとスパサブとして今回追加したジェコですね。これがめちゃめちゃ良かった。スパサブジェコがもうほんと後半ならダッシュをしてた置き去りにするぐらいの強さあるんで、逆足も蹴れる。これほんとおすすめです。コインが余裕がある方とか、10万分をちょっとスパサブで置いとくとか、もうこれは本当に強いです。今の環境下で言うとジェコめちゃめちゃ最強です。はい。で、ベッカーはまあ正直そこまで、っていう印象はあったんですけど、まあこの選手だったらコスパで言うと、オファナ、ケシエとかもクリバリ。ミニコビッチ、サビッチとか、まあ、全員使いながらですね、交代枠5人というところもあって、まあ、全員使いながら非常に良かったなと思います。で、やっぱり相手に使われてて嫌な選手っていうのもいたので、まあ、その辺もまたどっかで紹介できたなと思うんですけど、今回自分が使ってですね、CF ランク3、まあ、17勝できたのは、まあ、こんな感じかなと思います。以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。それではまた。